おお。食われてる。こんにちは、マサタビです。前回の動画でもお話した通り、今回の動画からは日本一周再出発までの間は地元の紹介をしていきたいと思います。なんと第1弾は、じゃじゃん、どうぞ。俺第1弾は長瀞の秩父です。ということで、埼玉県の長瀞町秩父市に行きたいと思います。はい、前回の動画から少し数ヶ月ぐらい時はいまして、なんか夢のようだった感じもあるね。本当一瞬だったよ ね10日ぐらいだったから、まあ、行けと思ってね。そうだね、今回から気を取り直して数ヶ月経ってるので髪もこんなに伸びました。じゃあちょっと久しぶりの YouTube 撮り緊張するけど、ちょっと楽しんでいきたいと思います。まあ、新規一点ということで、で私の地元の埼玉県なので、まあ、そんなに言うて詳しくはないんですけど、友達も秩父とか長瀞の方にいるので、その友達にも聞いたので、まあ、皆さんにもおすすめの場所とかを案内できればと思います。早速レッツゴー、スタートです。来た、なんか長瀞来たって言ったら、本当に見ると、そこの目的地です。あ、あった、あ、花笠、あった、あった、これは陸中、あ、陸中あるね、よかった。あ、かわいい、こうなってんだ、着いた。坊さん農家、そう、おかゆこさん、ここにほら、あ、あ、そうなんだ、そうそう、へー、で中に入ってみるとね、あの江戸時代の気分は味わえるかなっていう。あ、なるほど、あ、そういうとこなんだ、うん、資料館も入ってるかも、ね、うん、ね、関係なく、うん、このね、あの芝田、あ、ちょっとお花をやってるんですね、そうそうそう、なんかおすすめの場所とか他にありますか。おすすめの場所だったら、あの、あれかな、アート、アートかな、アート、あ、トリックアートですか。そうそうそう、あ、やっぱ言ってた、そこで、うん、あの入って写真撮れるっていう、はい、あ、そうなんですね、うん、こっから上に上がったとこ、あ、あるんですか。あるんだ、あ、そう、行ってみようか。近いんだ、ちょうどあれかな、あの2人分あるかな。本当ですか。いいんですか。ちょっともう長瀞の宣伝をして。いいんですか。あ、トリック、いいんですか、本当に。ちょっとこの後ありがとうございます。ぜひ行かせてください。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。トリックアートのね、長瀞トリックアートチケット超行きたかった、はい、200円で入らせてもらうなんて、はい、これその花火の種、はい、残りに100円だけど、こんなに入って、植えたらうちとかでもできるできるね、ほんと綺麗な、プランターで大丈夫、うん、大きめのこうプランターあるでしょ、はい、それにこのぐらい関節一つ、はい、え、2段にそんなもんで、そう、あ、そうそうそう、はい、いいですね、これだけあるから、うん、だいぶできますよね。何色がしたの、黄色、赤、白、え、紫、あ、そんなにあるんですか、グラデーションってあるんだけど、そうなんだ、え、面白いね、それ。いや、ちょっと行ってみる、え、ありがとうございます、本当100円ですね、2人で、はい、届かないと入れてますってちゃんと、ね、3、4、OK、じゃあ、引用させてもらいます。行ってみよう。日が当たると咲いて、天候不良や夕方など暗くなると、閉じるんだって。はぁ、あ、昼間なんだ、ね、昼間しかダメなんだ、おぉ、でなんか近くから見るとせっかく、うん、すごいね、なんか
なんか色とりどりでさ、すごい面白い花だよね。一個一個本当なんか力強く咲いてるよ。可愛い。この色もいいよね。こんな風に撮ると。こんな風にアップでね。確かにそうやって青空も入れた方が。わあめっちゃ綺麗。おお、どう？すごい。いっぱい。なんかとオレンジが入り混じってる。すごいいいな、山に囲まれて、いいところに。いいよね。ね。青いじゃない。そうじゃない。なんだ気になるな。おわあ、いろんなね、カラフル。すごい密度。ね。これ。うわあ。これがネモフィラなんだ。かわいい。ねえ、これがネモフィラだって言われないとわかんないね。皆さんベンチもねありますので。疲れた人は。うん。この絶景を見ながら休んでください。はい、わざと四つ葉のクローバーを残してちょっと遊べる。見つけてもらわなきゃいけない。はい。四つ葉発見。お仕事じゃないけど、うんうん、持ってた方がいい。あ、本当ですか？あ、いいですか？取って。いただいて。つば。結構葉っぱでかいよ。ね、大きいよ。じゃあ教えましょうか。あ、なんですか？はい、いいんですか？この線、これがこう丸くなるでしょ？はいはい。そうだ、四つ葉だよね。確かに。綺麗な丸を見つければいいですね。そうそうそう。四つ葉またあった。これ。固まってんだ。ね、ほら。あ、五つ葉？小さいけど。本当だ。五つ葉じゃない？え1、2、3、4つ、5つだった。あー、5つ。5個だ。いや、これ1個取れば4つ葉になるよ。あ、そっか。取っちゃえばいいんだ。そうだ。この5枚じゃん。あはは、ほんとだ。連続して5枚葉が。ここ。あ、4つ葉？これも4つ葉じゃん。おー、すごい。4つ葉。本日2個目の4つ葉を。とりあえず、1個だけね。1個だけね。そう。さっきも、ね。取らないこと。それで、取らしてあげること。あそうだね。思いやりよね。それが大事なんだね。大事ね。分かった。分かった。一人一個ね。一人一つで、見つけたら黙って取らしてあげる。はい。まあ、なんだろう。すごい。踊ってる。目が見開くほどのうまさ。食べたらね、うん、腰がすごい取る。あ、そうなの？噛み応えがすごい。くるみのつゆどう？飲んだか？甘くない。甘くないくるみ。はぁ、あ、はぁ、あ、ちょっと醤油っぽい感じらしいです。ちょっと絡めて。めっちゃ混ぜてるやん。あ、これ腰がすごい。うどんみたい。なんかそばじゃなくてうどんみたい。どう？くるみそばの。なんか上品。どんだ。なんか味っていうかそのままくるみがこう潰されたのが入ってる。そんなにいらないな。それちょっとでいい。で溶かすぐらいで。大変ならぬ。一口食べたらみたいになる。生姜とネギのいい味変。薬味入れるとね、いいよね、また。うまい。うまいよね、そばつゆ割るとめちゃくちゃさ。
デザートみたいな。とにかく、ね、甘い、美味しい。甘いような。なんかね、そう。うまいです。お疲れ様でした。いや、自然がすごいね。いや、ほんと緑がすごい。あ、これでは、なんかあの、なんて言ったっけ、これ、船乗って。これなんだっけなんつんだっけ、ライン下りじゃなくて、なんつった、ラフティングだ。あ、ラフティングか。思い出した、そう。それだ。めっちゃ楽しんで、ラフティングも。いや、そっちの方がスリラーって面白そうだよね。うん、でも、あの、着替えしたりとかさ、結構、準備がめんどくさい。そうか、結構、ずぶ濡れなんだ。そう。え、ライン下りする人もかな。200円とかに止めて、これ何駅だ、長瀞駅。これ長瀞駅。これ長瀞駅。案内できるのは1時40分頃に売り場に集合してもらう B コース。あ、はい。この本部つけた売り場にいるんですが、はい、ここから歩いて3分ほどで乗り場まで行けるの で、ここまで行ってもらったら船で3キロ下っていただいたら、帰りマイクロバスで10分かけて今いるところに戻ってくるという流れになります。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。ではお一人2000円になりますので、お二人で様子を見ていただきます。そこに1時40分に遊びます。はい、わかりました、ありがとうございます。 B コース何分今？1時6分まだ、そっか、じゃあ大丈夫だな、ね、一つください。炭酸マジ、